なっちゃん今日も可愛かった、結婚していくらに可愛かった、えー、ありがとう、うっか嬉しい。なんかさ、ちょっと斜めなんだよねこれ充電器さしたら斜めになっちゃったこれはどうしようもない、どうしようもないな、どうしようもないですね、ちょっと斜めになってるけど気にしないね みんな銀色のやつありがとう、銀色のやつ集めてまーす。え、アベマ4万人も見てたの？すごい。4万人もの方が見てくれてたんですか。すごーい。ノーピが告げ口したけど、あれ気にしないで、なっちゃんナムでした。あ、あの人か。あの人か、分かった分かったかも。すごいね、4万人も見てくれてたの、なんかめっちゃドキドキするんじゃけど。1週間見られる。え、そう、私アイコジン食べられたんですよ、なっちゃん食べたって書いてた、アイコに食べられてやっと戻ってこれましたこんばんは。でも今日はあのー、もう今日はもうすぐ寝ると思う。もうちょっと久々の2公演でもうちょっとマジ気合い入れてたんで、1公演1公演に気合い入れてやったんですよ、本気で。ただもうちょっと消費エネルギーがすごい、やっぱり今日で多分5キロぐらいは痩せたそのぐらいいいパフォーマンスができました。 Good。 あ、配信始まったらコンソメパンチ食べようかな、やばい、お腹鳴った。そう、これわしのコンソメパンチ、これ相方の分のコンソメパンチいただいてきましたよ。ちゃんとこれをバリバリに割らないように持って帰ることが私のミッション。ね、嬉しい。あれはもう一回見ようとしたら始まるの34分ぐらいのところだ。そう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 、曲順がね、今日ユニットの曲順が。そうなんですよ、リオツンが2回出る都合上変わってて、シュワがユニットの鳥で。どうでしたか、ナダルコール、ありがとうございました、ありがとうございました。相方の代わりにたくさん青のペンライトの方にデス送りました。コンソメパンチお願いします、コンソメパンチてかまさかのさ、すごい陽気に撮った動画がさ、あの STU の公式 LINE に送られてきてしかもまさかの私たちのうますぎパンチがさ、あの締めで使われとったっていう、あのはい、快挙を果たしました。痩せしろ伸びしろ的な、あ、そう、相方は大丈夫っぽいです、でもまだちょっと辛いらしいけど、まだきついらしいけど、あの流行り病ではなかったみたいです、流行り病ではなかったみたいなので、皆さん安心してください。なんか企画よかった、ありがとう、相方も食べちゃいそうだね
いや、食べんよ私は。はい、サンタは心に決めてるんで。でもさ、これめっちゃおもろいのがさ、ここのさ、根菜パンチのここに書いてあるさ、アルファベットの違いでさ、あのどこが製造所、どこの製造所から来た根菜パンチか分かるんですよ。今日のは埼玉、今日のは埼玉から来たコンソメパンチです。でもこのライトめっちゃいいねこのライトめっちゃいいね。なんか私のお家の配信もこんな感じにしたい。でもなんかさ、再現できたことないんだよね。何から変えたらいいんだろう。一瞬のスリル、実際にスリルにあった笑立ち位置違うだね。5歳パンチでいい。あ、確かにメッセージ付きね。メッセージ付きを割れずに持って帰るチャレンジ。サクマロさん、え、今日初めてライブに来ました。嬉しい。どうでした？ STU のライブ。シュワジャーネがショールームのカラオケに入ることを楽しみにしています。帰りの電車で秒でなくなったので、今コンビニでコンソメパンチ買いました。ナイスです。懐かしい味がする。なんかもう子供たち、なんかそう、ちっちゃい頃にさみんなでお菓子パーティーするとき絶対コンソメパンチあったもんなすっごい懐かしい匂いすんのコンソメパンチの匂い嗅ぐと。ね、そう。あら、台風来てるの。関州さん、はじめまして。ライブ心配やな、メンタルもってね。深く考えすぎないでほしいよね。体調がね、良くないと全てがあれですか。無理しすぎるとずっと引きずっちゃうからね。ちゃんと休むってのも大事。ちなみに学園ドラマ、リカちゃんは何役、何役やろうな。理科の先生ダジャレすぎダジャレすぎ、ごめん。そう、古文の先生でもさ、私国語の子とか言っちゃったんやけど、普通にあの古いに文って書いて古文ですって言わにゃいけないのに、国語の子とか言っちゃった。意味わかんないこと言った。でもなんかわかる、国語の古文です。お疲れ様でした。恵比寿もお願いします。お、昼公演行きました。ありがとう。ふむふむ、こんばんは。埼玉のだからお土産になる。そう、多分広島でコンソメパンチ買ったら、広島の製造所のやつだと思うから、ちょっと食べ比べしてみなきゃな。飛んで埼玉ですわ。え、面白いよねこれ。こんなの書いてあったんだって気づいた。ちょっとすごい今日観察したんですよ。ライト買い取ろうかな、このライト買い取ろうかな結構ガチめ。え、なんかあとこのなんか背景の色もいい。ちょ、旅館チックな色してる。最近暑くなってきたらそれにあれだろうな。ねえ、色気ある照明。東京のファンにはありがたいね、また会えるので。東京ね、ほんまにノアピ初めて食べたのが驚き。
テレビにつないでママとなっちゃん探し大会しながら見た。かわいいかよ、かわいいかよ。どんな感じに映ってたか楽しみ。多分アーカイブとかでも見れると思うんで、また見ます。また見ましょうね。こんばんは、たのび。今日も公演べっぴさんだったよーって、ありがとう、ありがとうございます。今日はこのまま0時まで配信しようかな。なんかさ、疲れすぎちゃうとなんかお腹に何も入んないんだよね。わかる？なんかさ、体が超軽い状態でさ、あれだと何も入んないんだよね。そう、まったり配信です。ちょっとお水を飲みましょう。キンキンに冷えた。羽山さん、初めてなつきちゃんのステージを見ました。ザ・アイドルって雰囲気で良かったです。え、うれしい。足にしてください。コンソメパンチは美味しさ、美味しさ。昼の速攻元気、え、私もそう、速攻元気よく飲んでたから嬉しい。年長者3、年長者3人のいじり MC おもろかったいやマジ、あの3人のファンの方にちょっと怒られそうで、怒られそうで、ほんまにほんまにごめん。ちょ、怒られることを、怒られること承知で言っちゃった。あの悪ガキ、悪ガキ渡辺がちょっと誕生しました。速攻元気もあります。ちょっともう元気を今から出さなくていいので、いつか食べます。こんばんは。そのまんま座布団全部持ってて、え、そうそう、ソラハさんもね、体調大丈夫だろうか、元気になってるといいけど。なんかいつも元気な人がなんかね、ちょっと体調悪そうだと本当にマジで心配になる。あ、そう、今日のジャジャー見て、今日の編み込みほんまに繊細。見て、東京の編み込み、東京のメイクさんが作ってくれた編み込み、芸術点高い。チャラーン。あ、もうこうやってこうやってこうやって配信しようか。だよねみんなーって、だよねーって、ナイスボケ。学園ドラマなのにほぼ配役が先生でおもろい。え、なんかおもろくない？あ、そういうこと？私の古文の先生ってこと？国語の子ってマジ意味わからんこと言った。埼玉浪江だよって渡します。え、そうそう、私の想像だと 2.5 とか3期生が生徒。で、学園ドラマやけど、あの先生たちが主役みたいな感じ。あの先生たちのなんか泥沼劇みたいなおもろのもあったり、なんか生徒の話もあったりみたいな。一緒に行った素人友がビジュアなっちゃん優勝だって。嬉しい、ありがとう。ちょっと他のとこ磨きますわ。磨いて頑張るね。推しになってください。昨日から広島に行ってた。お、さっき帰宅。私と交代交代かな。これがいい感じだよね。金屏風。ケイさん、今日とても楽しかった、ありがとう、ありがとう。Google レンズで検索購入。こういうのって絶対売ってないでしょ。なんかなんかもうくっついとるやつやない？
ミルコーン行きました。楽しかった。サイン入りのうちわが当たってなっちゃんのうちわもらいましたね。嬉しい。見せてくれてありがとう翼ほじいさん。嬉しかったです。思いを込めて書いたサイン入りうちわ、またどっかでもあれなんかゲットできるのかな。でで、やばい、あ、やばい、あのヘアアレンジしててメガネが通んない。あ、ちょっと待って、ちょっとあの目がちっちゃくなるんでやめます目がちっちゃくなるんでやめときますわ。目が今日ちょっとあの跳ね上げキャッツアイって感じ、アイラインして、そう、ちょっと寝落ちしそうやけん、あの0時まで配信すればあの寝落ち配信とかにならないから、ちょ、物理的に寝落ち配信を防いでいく。前方席だったので近くで見えて嬉しかったです。で、わー、ななさんありがとうございます。あー待って、上に行っちゃった。え、誰たちのなっちゃんのステップが好き。いやマジあの今度さ、今度公園に来てくれる花だれ公園見に行くよって方、あのほんまにヘタレたちを私を見てほしい。マジで意味わからんぐらい移動しとるけん、多分ヘタレたちの中で一番あの私とアリちゃんさんかな、私とアリちゃんさんがあのえげつない移動量やけん見とったやん。ほんまになんかもうなんかあれ今さっきまでこっちだったのにあっちにおるみたいな、そうほんまに注目してみていや前方席だったのに近くで見れて嬉しかったです。嬉しい。ステージのなっちゃんの笑顔がキラキラしててガチでガチ恋に落ちた。え、嬉しい、ありがとう。ガチ恋初めて見るお話し会、あ、お話し会の決済明日までです。待ってます。ぜひね、またなんか第11歳班とかがあったらお話し会とかも待ってます。お話しましょう。今日の昼夜ありがとうございました。ありがとうございました。8周年コンサートまで半年ぐらいだからいいアピールになったね。多分4万人の方が見てくれてるってことは4万人会場に来てくれるってことですね。でも海外の方とかも視聴できたんかな、どうなんだろう。あ、こっそり見に行きましたこっそり見つけました。お、アンデルの声かと、嬉しい。軽くでも何か食べて回復して、え、ちょ何か食べようか。甘い、あ、そうだ、ちょうどよかった。そう、差し入れで、あ、私今日のご飯これでいいわ、今日のご飯これでいいわ、これがあったわ。あ、パンダヒレカツバーガー、あ、私これで十分、これで十分ですわ。もうちょっとコンビニに外出るの、あ、でもちょっとあの未来のレモンサワーってまだ売ってるのかな、どうなんだろう。ちょっとそれ欲しさにコンビニ行くかもしれない。これで未来のレモンサワーって売ってるの、可愛くない、これ、マイセンのパンダヒレカツ。愛子寺の保健室の先生 GUR 絶対あるってか、みんな GUR と思う、よくない。あのさ、サーヤンのさ実習のさ、え、なんだったっけ、なんだったっけ、私もそのなんか名前が出てこう、え、サーヤンのもめっちゃよくないねえ、めっちゃよくない、なんだっけ、あ、教育実習生ので、あの可愛い先生とか来てうおーってなるやつうおーってなるタイプのね、教育実習生。速攻元気はそこ元気、めいじです、めいじさんです。製造所は群馬県伊勢、やば、伊勢のお伊勢やん、お伊勢に製造所があります。伊勢です。なんか運気上がりそう。
ミネタンの即興歌の途中でみんな出てきたのマロタ。いやそうそう、なんかもう、え、もう行っちゃいますみたいな。私そう、私が先頭だったけど、なんかタイミングを見計らっとって、え、もうあのみんなでもう拍手して出て行っちゃってもいいですかねみたいな、ってそう、ヘイヘイヘイって出て、あのあれバックダンサー的な要素。天才直樹、元気になったかな。え、でもまだね、辛いらしいよ。まだ辛いらしいけん、みんな元気になれ、パワー送ってあげて。まだ回復はできてないらしい。かっちょええイケメン美人、ありがとう。そっか、あ、元気、あ、魅力になりるため、おもろ、すごいよな。叫んどる、吠えとる。荷物まとめ終わったのは何時だった。え、あの、あ、今日ってこと？ちょっと時間見てないな。時間見て過ごしてない。わかんないやん。ママにショートええやん言うてた。嬉しい。ありがとう。でもなんか自分でもしっくりきます。自己紹介できてよかったね。嬉しかったさ。いる夜よく頑張った、体力もっとね、ね、思った。なんか私さ、いつもさ、なんか夜公演になるとさ、ヘロヘロにさ、ヘロヘロになる人間なんやけどさ、体力持ってたよ、めっちゃ感動した。自分でも体力つきました。年長組ザルネアギいくら7歳の黒、あ、夏黒の女教師。お、1212日、え、ほんまに今日1212日なの。俺の誕生日や、オイラの誕生日だ、イエーイ。記念すべき日にみんな見に来てくれてありがとう。こんばんは。ゆる公園仕事抜け出して見に行きました。アンコール見れんかったけど楽しかった。え、ありがとう、ヤマトさん見に来てくれてありがとう。愛の重さね。お、来月は東京公演見に行きますね。広島と違うから楽しみって。楽しみましょう。ねえ、ごめん、今日帰りの電車遅れてたらしく早く帰っちゃった。あえー、弟子、え、そうよ、お見送りに、あれ弟子、あれ弟子、弟子、あれお誕生日おめでとう、あれ弟子みたいな。めっちゃ探したおお、ちゃんと帰れましたか。あ、イヤリング似合ってましたって、ありがとう。え、イヤリング、イヤリング、いろんな衣装にイヤリング。今日ね、鼻だれのね、鼻だれ衣装のね、イヤリングね、ちょっとやばいやばい、昼夜で違ったんですよ。昼夜で変えました。なんか私のさ、私なんかさ、イヤリングさ、2パターンなんか所持してて、なんか選べるんですよ、その日の気分で。でちょっと変えてみた。あ、ちょっと私の今日の髪の毛元気すぎてやばい、やばいやばいやばい。もうあのスプレーでカチ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 に凍った前髪です。ゆる公園目の前になっちゃんがいること多い席でさ、ね、めっちゃいい席だった。あれは何列ですか何の何列ですか、何の何列ナンバーみたいなんですか。あ、恵比寿の時は見ますって、佐久間野さん嬉しい。私のペンライト黄色と緑なんで、よろしくお願いします。黄色と緑、黄色と緑のご準備を。わあ、 STU の公演もこっちでめったに見られないから行きたかったな。え、またね、10月にね、花は誰のもの公演で
東京に行かせていただけるので、その時ぜひ来てください。ぜひ来てください。待ってます。なんちゃんの春夏秋冬よかったよ。嬉しい。今日はね、一人ぼっちです。ちょっと寂しかったです。いつも相方と、なんかもう一番私がなんか寂しい気持ちになったのは、あのペダルの時にいつも背中を押してよの前に、あの目合わせるとこがあるんですよ。目合わせて歩いてくるとこあるんですよ。もう一部のさ時にさ、そういやここ私一人ぼっちなんやって、うんってなりました。うんって、ロンリーを感じた。一番小柄で細かった浩平さん。あら、そう、私思ったよりなんかね、そう、身長高く見られがち、身長高く見られがちなのですが、めっちゃちっちゃいの、めっちゃちっちゃいんです。バレてしまいましたわね、世の人々にバレてしまいましたね、私がチビだってこと、おチビちゃんだってことが。こんばんは。なっちゃん近くで見るとさらに可愛いっす。嬉しい。近くで会いましょう。コンソメパンチ。そう、これちょっとマイセン食べますわ。あ、今日は昼夜ありがとうございます。勝手に目があった気になってます。いや絶対目あったと思う。絶対目あった。あ、未来のレモンサワーってもうないの？存在してないの？麦わしさん、ありがとう。待って、なんかさ、今さ、私あの、私のさ、あのスマホスタンドがだんだん下に下がっていきよるんやけど、どない？あの、なんかいいアングルになった。ありがとう。すごい、ありがしろー、シルバーありがしろー。麦わしさん、ありがとう。とっても楽しい一日でした。素敵な思い出になりました。また楽しみましょうね、一緒に。ありがとうです。え、10月5日も行こうかなっていう人は絶対に来てください。あれ、誕生日おめでとう。あれ、あ、違うか、あのなんか違うわ、あの私勝手にさ、あのなんか懐かしいもの配信してる時に、あの誕生日のサングラス持ってるでしょみたいな話で、でね、今日誕生日やと思ってたわ。電化会さん、ありがとう。あ、お見送り夜の方が元気だった。あ、なんかね、そう、なんかね、お昼のお見送りなんかね、ちょっと私幽体離脱してた半分。なんかちゃんと記憶にはあるんだけど、なんか一回なんか真っ白な部屋に一回真っ白な部屋になんか魂が行ってなんか戻ってきて、お、私今お見送りしとるわみたいな。そう、ちゃんと一人一人の顔は見えてますよ。そう、なんかそんなあれで、なんかちょっとあの真っ白な部屋と現世界をちょっと行き来してたんですよ。遠征で2公演大変そう。え、もうそう、昨日さ、もうなんかあの今日の公演が楽しみすぎて、あの前日寝れんくて、てか超早朝の新幹線だったんで、あの寝れなくてこれ寝たら起きれんと思って寝なかったんよ。でもう新幹線で爆睡して、まあ広島から東京は何時間ぐらい、4時間ぐらい爆睡してクーって寝て、はぁーって起きて、はぁー寝起きの状態で、いやでもほんまに速攻元気とポテチがあって、あのコンソメパンチあって助かった。え、今ジャックラッセルテリーやってる、何やってるの。マサムネさん、かわいい、ありがとう。ムロキックさん、だるまちゃん、ありがとう。アツシさん、直接見たら思ってた以上に可愛かった、ありがとうございます。なんか私多分自撮りが苦手自撮り苦手なんで、直接見に来てほしいです。キラン、ガッチガチやぞって言ってみて。ガッチガチやぞ、私の前髪ガッチガチやぞ。
ゾクゾクするやろ。なんとか無事に帰れたよ。なっちゃんも気をつけて帰るんだよね。気をつけて帰ります。10月5日も来てください。リオちゃんさすがやな。だけどね、ほんまなっちゃんスタイルええもんね。ありがとう、ありがとう。久しぶりのシワラストね。そう、シワラスト。でもさ、そう直前でさ公演に出れなくなる辛さってさ、私もさ、そう前回のさツアーでさ、ツアーの時にさ感じたから、すごいメンタルケア大事。月影さん、だるまちゃんありがとうございます。10月は鍋焼きで見れるの楽しみにしてますね。楽しみましょう。あのね、福フェスサーキットフェスへの道番外編みたいなやつもすごい楽しみです。何やるんかねーって今日オール2期メンバーで話してました。何やるんじゃろうって。誕生日4月では結構前に1回行った記憶がないけど、ね、私マジで誕生日、人の誕生日覚えれんのよ。あの家族の、あの家族の誕生日と、あのずっと幼馴染の女の子の誕生日と相方の誕生日しか分かんない。相方の誕生日もなんかあの覚えやすす、なんか覚えやすい覚え方を教えてもらってやっと覚えた。そうなの。だからみんなあの私に誕生日すり込んで覚えやすい覚え方、自分のなんか誕生日がなんか12月12日って覚えやすいもんで、覚えやすいもんでちょっと甘えてるよね。あ、遠征でもちゃんとリハやってて偉いなって。物販に並びながらおともれを聞いておりました。おお、そうそう大事ですよリハは。だけどリハも本番のようにやってるから、もう実質参考やん今日。 Go get a really hot, thank you。 え、なんかそう、私さ今日さラッキーなことにさ、なんかあの新幹線がさ、なんか最新型のさ新幹線で、なんかしかもなんかあの2席しかないあのなんかレアな座席だったの。ビジネス、なんかビジネスシートみたいな、なんかよくわかんないけど、なんかそう、なんかでもなんか SNS で見たことある、なんかちょっと広々使える、なんかあの2人の席になんか横に区切りみたいなのついとるあの席だったんですよ。感動して写真撮っちゃったよね。今日の公演なつきちゃん可愛かったって嬉しい。千年に一度の国宝級イケメン久々じゃん。え、ボリューム2の福フェスのやつ行こうとか迷ってる、どうしたらいい。来てくれるものだと思ってたんだけど。集合かけちゃうよ、集合かけちゃうよ。ウッドさんありがとう。ユニット掛け持ちって聞いたら、去年のツアー神戸でナッチ2回出て天才だったの村さん。いや、なんかでも人のために慣れた時ってなんかすごいなんかとてつもない喜びを感じるよね。今日の T シャツはこれです。私の目、パセリに突っ込まれた気がする。え、これ何みたいな、この T シャツ何って言われて、あ、これ私の目だよって。つむさんハートありがとう、ありがとう。みんなシルバーのやつ、シルバーのやつありがとうございます。集めてます。割と誕生日うますよ。4が2つ。あ、めっちゃ覚えやすい。お誕生日は誰かが覚えてくれるかね。そらはさんノースリーブで配信してたの、すごいじゃない。風邪ひかんように。あ、それかも。 SW みたいな、 S-Works 席みたいなやつ。 S をなんかそう真ん中に仕切りがあって、なんかビジネスシートなんかそう、ああ時が見える。
ありがとう、銀色のやつ。あ、これ生誕ティーではないですよ。STU 学園相方は、あ、さっき何でしたっけ、あの理科の先生どう考えても、どう考えても名前につられとるっていうね、理科の先生なんか私、あの時ふざけて、あの時ふざけて、あの、まあ、学園のマドンナとか言ったじゃん。私あのふざけて言ったんだけど、あの結構ちゃんと裏で、うわーやっちまった、またふざけてもうたーって、あの結構反省して、なんかすんごいこっぱずかしくなってたんですよ、あの舞台裏で。でなんか考えた結果、あの私は考えた結果、私のあの位置は、あの体育の先生ぽくない？めっちゃぽくない？体育の先生、まあ多分演技とかだったらちゃんと、あの演技とかだったらちゃんと、あの運動神経良さげにできると思うから、そうピンピンって、そのジャージでふんふんふん。ソラハさんとかは生活指導の先生とかにしたいめっちゃぽいなんかめっちゃ元気で、ね、おはようみたいな、ちょっとそれみたいな、スコート短すぎるんじゃないかみたいな、熱血生活指導の先生はソラハさん。こんばんは。似合ってるよね。そう、タイ君、そうそう、ノースリーブで校門の前に立ったんよ。ふん、今日もおるって。ノースリーブのなんとか先生、そう、理科の先生。あとなんかな、数学の先生とか、数学っぽい人か。まあ、イケちゃんは音楽の先生やんあ、でも学生か、まだ音楽の先生。石田さらぴ先生は理事長の娘っぽい、ぽい、もしくはあの PTA 会長の、なんか PTA 会長の娘、 PTA、 なんか PTA 会長でもいいかもしれないスカートが次元だと見るからアウト、ウケる。え、なんかそう、私さ、ついに気づかれてしまったんよ。私あのしれっとあのももちゃんのスカートをずっと履いてて、あの絶対にあのももちゃんのスカート丈をのやつを履きたくて死守してずっと履いてるんですよ。そしたらあのついにサーヤンに、あれなんかなっちゃんちょっとスカート短くないみたいな言われて、おーみたいな、やっと気づきましたかみたいな、そうそう、ももちゃんのやつ着てる、同じポジションだからね、全部ももちゃんの衣装です、多分。意外と多分身長あんま変わらんと思う、いや、わかんない STU 学園の校長先生は田中コープ様一択ね。そう、生活指導をされましたサーヤンに。そうなのよ、これが私のアイデンティティみたいな、そうって言ったら、ほーんって言われたほーんって言われた。ももちゃんのがしかし控えめな身長なかったかな、そうじゃっけな。タラタラタタラタラタタタラタタラタラタラ。でこれをさ、このさ、この編み込みをさ両側やったら、さすがにさちょっと強そうすぎるかな。そう、でもやっぱ片側やってるぐらいがいいよね、片側で。強そうになりすぎるけん片方でいいか。
ありがとう、銀色のやつ、銀色のやつ集めてます。もうじゃ151巻でも5センチしか変わんない。5センチしか変わんないです。5センチと5ミリ。あの150センチ台の人のあの何点何はあのすごい重要なんだよ、はい、細かく言わせてもらいます。私 156.5 なんで、はい、ちょっと伸びてるかもしれない。5センチ結構変わるかな。でもこんぐらいやん。エリーさん、だるまちゃん、ありがとうございます。いとしさん、だるまちゃん、ありがとう。みんなありがとうございます。銀色のやつ、みんなもう寝てる。え、今週の月曜日が休みってこと？3連休。あ、やばい、私お腹鳴ってる。いや、お腹がさすがにあの鳴りすぎてる。で、私このお腹が空いている空腹の状態をなんか別に苦だと思わないんだよね。だから辛いって、お腹空いてる、それすなわち辛いって思わないんだよね。でもなんかお腹がうるさいからちょっと食べます。お腹がグーグー言ってうるさいんで食べたいと思います。パンダちゃん、パンダちゃんのヒレカツサンド、かわいすぎる。え、ちょっとあの水分が足りない。うわー、青汁の粉持ってくればよかった。関係ない話するけどさ、今 X で流行ってる証明写真が、なんかさ、それめっちゃ流行ってるよね。なんかいろんなメンバーのやつ回ってきたよ。ガイドレーン作ってなっちゃん通信しといた。嬉しい、私の分作ってくれたの。え、幼少期の写真とかあった？逆に以来のレモンサワー売ってないと思うから今からそっちに投げていい？え、どういうこと？持ってんの？逆に。で、未来のレモンサワーって終わったのかも。じゃあコンビニ行くあれないな。コンビニに行くあれないな。ちょっとあのコンビニに行くための理由がなくなったな。あんにょん渡辺、あんにょん渡辺です。嬉しい。ちょっとなんかコメントをいろいろ飛ばしてしまって、全部のコメントに目を通すのがモットーなんだ。なっちゃんなんとかくてどこに行くか嫌だよ。なんやねん、なんやねん。パセリがなっちゃんのリップ喜んでる。あのさっきのテロンって通知来たわ。通知来ましたわ。愛子寺先生に会うためにわざと怪我するんですよね。わかります。でも私そんな面倒見切らんよって言いよった、あの裏で。おもろい。あのそんな子が保健室に来ても、あの体調悪いならすぐ帰りなさいっていうタイプらしい。ちょっとそれもそれで嬉しい、それもそれで嬉しいんだけど、お、ジェットワンさん、初めて花台公園見えました。一番後ろの席から黄色緑ペンライト振りましたよ。え、見えたよ、ありがとう。見えてたよ。久々に見れて泣きそうになった。ちょっと今遡ってみんなのコメント見てます。
やばい、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 なんかスマホスタンドが下がっていく。これ充電取ろう。充電取ったらこの問題解決。やばいよね、なんか一生食べんやんこの人って思うじゃん。そんなもんないよ。なんか私他のものに気取られてるとご飯食べるの忘れちゃうんだよね。だから気をつけます。エイコリンコさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。なっちゃんの笑顔見れただけでよかったです。嬉しい、ありがとう。月影さん、カチカチやんす、カチカチやんす。コンビネーション抜群コンビネーション、え、ちょっと発音いい。男子がざわつく。コンビネーション、みんなのコメントを見てるな。なんかそう、ショールームの推薦コメントみたいなやつってなくなった？なんか私、なんか昨日の夜にふとみんなからの推薦コメント見たいなと思って探したんだけど、あれどうやって見るんだろうって。でも4万人の方が見てくれてるってすごく嬉しいですね。少しでも興味持ってくれたら嬉しいな。多分アーカイブでも見れると思います。あ、以前 何かにあげてたセーラー服とメガネのやつ、そう、あつねーになりました。喧嘩したって夢なんか見れねーよ。ありがとう、銀色のやつありがとう。なんか最近大人の色気が、うふん。お、アサヒのサイトには8月27日数量限定再販してる。なるほど、ああもうすでに会いたい。なっちゃんロスやん。私ももうすでに会いたいですよ皆さん。18日に広島で公演があります。来るしか超話変わるけど、笑い、今日は笑い方あんま野口やん。そう、あれ結構野口の笑い方体力いるんだわ今。多分ね、腹筋使わずに笑ってる。銀色のやつありがとうね。花垂れ公演もあと何回見れるんだろうな。あんまこの髪型しないよね。この髪型は今好き。あ、嬉しい。最近ね、髪をショートにしてからもっぱらこの髪型にハマっておりまして。推薦コメントある？え、みんなしてよあ、やばい、私またご飯食べるの忘れてる。食べまーす。お、16日まで無料配信ありますし。ではみんな乾杯絶対違う。It's so yummy。 あ、20日まで、すごっ。秋ごろ新公演って言ってたけど、秋がない場合、冬とかになるんじゃない？ふん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 、なんて言ったでしょう私。
内心で見てたけど、今日は美人がめっちゃよくやってね、入ってた。はい、接続詞警察発動。ピーポーピーポーピーポーも、この文章を皆様添削してください。え、でもなんか今日確かにおもろい。あ、ごめん、ちょっとなんか今日も、はい、今日もです。たぬきのおまんじゅうですか。パンダの、あ、ごめん、断面図見せて、ごめん。パンダのヒレカツです。 This is panda, yes. She is panda. も、いや、でもなんか確かに、なんか今日メイクがうまくいかんかったって思ったんよ。でもそんなことなかったの。あれかもしんない、アベマさんと、アベマさんのカメラと相性良かったかもしんない。なんかめっちゃなまった。今日のなんかカメラの配置がなんかすごい船の時のカメラの配置になんか似てて、なんかエモかったです。全然カメラでも確かになんか今日は写真も漏れたなので、やし、あながち間違いじゃない。でも時々ほんまになんか、え、違う、あのね、時計見てね、時計見て二度見した。思ったより時が、あの、思ったより時がさ、あの、進んでて、びっくりした。あの、みんな、あの、配信始めてもうすぐ1時間経つ。やばない？早い。多分私、あの、時空操る、早めるなんか能力持ってます。あきさん、レインボースターありがとう。ゲウィさん、レインボースターありがとうございます。え、なんかまだ23時にはなってないと思ってた。本当にいつも以上に良かったと思う。え、嬉しい。好きになりましたか。そうよね、今日めちゃ美人に見えたもん。ありがとう。ちょっと今多分途切れたと思うけど、騒がしかったんでちょっとメンチ切りました。綺麗なホールやったな、楽屋もって。めっちゃ綺麗だ、多分大丈夫なはず。本当になっちゃん大人っぽくなってる。中身はこと今後なんでもないです。え、そんわちゃん、ありがとう。おい、お仕事で元 STU48 乗ったことあります。すごい、船のお仕事ですか。自慢の足面です。嬉しい。今日のところですか。今日の会場が、でも確かに入り口が、私たち入り口から入ったんかな、わかんない、入り口から入ったんですよ。確かにめっちゃ映画館みたいだった。いや、そう、メンチ切ってて、ちょっとなんかメンチカツサンド食べてたらよかったなと思って見たんだけど、全然ヒレカツでした。ネイル気になる。チャロン。
なんか今回のネイルめっちゃ持ちよくて、持ちが良くて全然取れない、取れる気がしない。今回の会場は座席も良かったし見やすかったって。おお、やっぱふかふかですか、映画館長時間。何その発想は芸人。いや、いつでも芸人さんになれるってことですね。お、音響も良かった。確かに映画館だったら音響もいいはず。ダイナミックな、え、確かに、あの、好きだったヒューリックホールの音響好きだった、相性いい。でも普通に今日ヒューリックホールまでたどり着くのに、そのマネージャーさんがまだあの新人さんだったので、全然さん、全然さんって何全然あの土地勘とかでも普通に土地勘ないけんさ、あの私たちもなんか「みたいな、とりあえずついてきたけどうん」みたいな「ここどこや?」みたいな感じになって、うん、そう、ちょっと何分間迷子になってたみんなで可愛くない、なんかなんかさ、アヒルのさ、なんかアヒルの大行列みたいで可愛くない、なんかマネージャーさんか、マネージャーさんについていく、ついていく、うん、ここどこみたいな可愛い。エビスも見やすい、最高だ。ヒューリックいいよね、ちょっと好き、ふかふかん、ふかふかん、ふかふかのお布団で寝るよ。まあどこにいてもなっちゃん見つけちゃうんですけど、ゲバンタのステージもあのくらい高かったら見やすい。なんかさ、この前の舞台でなんか段差みたいなのがついたみたいなあれだったけど、 ST の時もついてほしいな、ゲバンタさん。初見では難しかったよね、そう、カルガモの親子してた。え、みんなもさ、ちょっと難しかったでしょなんかそう、建物多すぎて、建物多すぎて、なんかもう自分どこいるみたいな、なんかそう、なんか同じような建物がめっちゃいっぱいあるけん、え、どれみたいな。で、なんかそう、ヒューリックホールって書いてなくない、なんかそう、なんか昔の名前の看板しかなくて、えみたいな。でも名前違うけどな、会は一緒だけど名前違うけどなみたいな、もうすっごい大変でした。そっか、何度か行ってたら迷いないのか。もう普通に迷子になってたらめっちゃ真逆めっちゃ真逆の方向行ってました。ゲバンタあの段差つけたら座席減っちゃったりするのどうなんだろう。一応書いてある目だ。あ、そうなんや。ゲバンタなんか囲まれたかね。そう、なんか建物さて私たちが行くのは多分これ11階ぐらいありそうだなみたいな。もう最初あの5階に、5階までしかない建物にあの登っていこうとしよったんよ。え、待ってくださいみたいな、これ5階までしかなくないですかみたいな。あ、ほんとなーみたいなで11階まである建物探して、でもこれ名前違いますよねみたいな。でも合ってたんです、そこで。え、思った、同じフロアに叙々苑あったよね。
ちょっと期待したよね。ちょっとジョジョ園産地直送ちょっと期待したよね。でも他にたくさん差し入れ来てハッピーでした。あ、ルミネ、あ、もうめっちゃルミネって書いてあったわ。正解、すごっ、めっちゃ土地感ありますね。え、私も少し迷いました。え、だよね、ちょっと迷っちゃったよね。そう、ノアピが第二の故郷っていう話しててさ、なんかそう、結構あの先人切って、あの、え、違くないですかみたいな、そう言ってくれてたけん、あの、あんまり大ごとな迷い方はせんかったんよ。そう、やけん無事につけてよかった。銀だこー、ありがとう。みんな私のグッズ今日ゲットできましたか？どうだった？売ってた？エースのカイドサイズじゃん。ジョジョ園だらけですな。ね、都会の子。僕ら地方民は都会に慣れてないから迷子になるね。迷子になる。11月、各家六本木も出演してほしいよね。できたら嬉しいんだけど。ゴルフ買えた？ゴルフのアクスタとアクキー買ったって。お。ゴルフのやつね、結構お気に入りなので。お、アクセス増えた、よかった、ゴルフ変えたよって。お、クジチゴさんでした、すごい、おめでとう、おめでとう。お、新しいの3種類買いました、ナイス。アクスタ置き場に困ってる、あれ置きすぎてってこと。テレビをさ、ずっとあのホーム画面みたいなのにしてからさ、してるからテレビに変えればよかったなって思った。クジラちゃん出た、うえ、ありがとうございます。次は強い気持ちでランダムグッズ当てに行きます。ぜひ私を当ててください、よろしく。今日帰ったら親にアクスタありすぎんだよ。なっちゃん決めポーズ画像欲しかった。そう、結構決めポーズ。こんばんは、うちちゃんグッズ全種類買えて持てないほど買ったよ、可愛いのがいっぱいあったよ、嬉しい、ありがとう、しみやん、思い出だね。思い出、タタ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 タ。え、なんかもうちょっとあの昼の公園さ、一杯の水がさ、一杯の水をって思いながら、うわ、これめっちゃあのめっちゃ速攻元気、みんな飲んどるようにしか見えんって思った。そう、このふりしてるみんな見て、うわ、みんな速攻元気、なんか今回に限りあの水じゃなくて速攻元気飲んどるようにしか見えんみたいなって思いながら、思った人いる？私と同じ感性だった人いる？こんばんは。なんかすごい、まあ、全く思わんかった？ごめん、ちょっと感性豊かすぎた。感性豊かすぎましたわ。クニョルもランダム系買えますか？迷ったけど交換できなかった時やばいから控えておいた。えらい、えらい。でもランダムって楽しいよね。何が出て、誰が出てくるか分からんけど、そういう演出もいい、おもろい、みんなここ演出家になろうかな。監督、あのまずあのドラマ の配役決める監督になります、なりたいです。
なんかそういう演出とかもしたいです。まつきちゃんのこと好きだからグッズは全部全種類買うことにしてる。え、嬉しい。私でも全部持ってないもん。博物館作れますね、なっちゃん博物館。なっちゃんのグッズしか基本持ってないから他のメンバーない。波自身は少しあるけど。てかさ、今日つけてたカラコン、今日つけてたカラコン、ちょっと結構人生カラコンかもしれない。人生カラコン発見したと思う。私は、私の人生カラコンは決まりました。ついにやっとのことでようやく見つけ出しました。うわー、ちょっと待って、でもカラコンの名前が思いません。いや、白石麻衣さんのがモデルされてるやつ。本格的に家を博物館にしようプロジェクト。え、フェリアモだっけ、フェリアモ、あ、フェリアモかもしれない。フェリアモの、やばい、なんかちょっと度数見られるのはずいね。なんか目の度数見られるのはずい。なんかちょっとじゃーん、ウーロンティーって色です。フェリアモのウーロンティーが私の今のところ人生カラコンです。このカラコンをしている日は漏れる、みんなに褒めてもらえるっていう日は大体これをつけているので、私はこのフェリアモのウーロンティーを今現在2024年、9月10やばい今日何日やばい今日9月16とかやばい、日にち感覚ない、やばい、 18はやばい、そらはさんの14ですわ。私めっちゃ先生きてましたわ。9月14日を機にフェリアモのウーロンティーを人生カラコンとす。皆さんここに称しました。運命的な配信を見ましたね。未来から今帰ってきた未来からただいま今帰ってきた。23時32分やばい。目が閉じてしまいそう。でも寝落ち配信を防ぐためにちゃんと0時まで配信する。ウーロンティー調べたけどめっちゃいい。タルトタタンは私の目にはちょっとデカすぎた、デカぶちすぎた。ウーロンティーめちゃ良きです。のぼうさんこんばんは、こんばんは。銀色のやつありがとうございます。銀色のやつ、タルトタタンはめっちゃでかいけど、ウーロンティーは自然になんか透明感が出ます、瞳に。で、普通にカラーコンタクト考えた人すごいよな、すごいなって思うしみじみタイム、やばい、真夜中のしみじみタイムに入りそうになっとる。みんななんかこうやってさ、私が配信してるのを見に来てくれてさ、みんなが私を見つけてくれたのはいつですかいつのどんな時ですか。これって運命だと思いません。こうやって今みんなが集まってくれて配信を見てくれているこんな偶然ってあります。運命ですよねこれって。自然と出る透明感結構美味しいかも。え、
試してみん。しみじみタイム語り出した。なんかもう語りたくなる時間帯になった。キャー、でもお風呂入るまでは寝れないから。え、これほどこうかな。これちょっとほどきつつ配信してもいい？あの多分あのこれをほどかないと私はあのお風呂に入ることは始めないと思うから。まだ2年にはならん、ごめんって。え、これからじゃん、これからじゃん。2期生になっちゃう決まった時くらいかね。前すぎて覚えた、嬉しい、ありがとうございます。わ、すごい、ほんまにすごい、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 こんなさ、私の短い髪の毛をさ、こんな繊細にさ、見て、この幅感でさ、編み込みできるのすごい、感動してるんだけど、ウェーブかけてるみたいになった、感動、夏木感動、こんばんは、たなびー、こんばんは、たなびやでー。マジでするとオーディション最終配信、おお、すごい、最終配信見て、すごーい、え、すごくない、ほんまにすごい、こんなウェイビーな、ウェイビーになってる、やばい、なんかトイプードル、ここ目つぶってここ触ってたらトイプードル、トイプードルなんだけど、すごくない、手でこんなちっちゃく編み込めるの感動してる。でもここだけ見たら、なんかここだけ見せられたらさ、ちょっとトイプードルだよね。これは何の動物でしょうって言われたの。ありがとう、銀色のやつ、銀色の、あ、やばい、なんかもう頭皮が超引っ張られてる。あ、開放感、キクラゲ、キクラゲってこんな、確かにちょっとなんかキクラゲヘアカラーかもしれない。なっちゃんが最後に呼ばれた時、わー、オーディションの時、懐かしい、マジあの時人生変わったよね、ほんまに私。え？もういいトレー、すごい。オーディション配信で感謝の気持ちを表しながら泣いてたのを見て、いいなぁ、なりました。嬉しいよ。感謝の気持ちはね、いつでも。え、なに？なに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 ？なんか画面が応援ってなった。応援って。いけ。すごーい。え、すごいよ。私の今日の髪の毛。1、2、3、4。やばい、もう数も数えなくなってきて、5個、5個の紙ゴム、いや6個だ。でもこれはちょっとまつけといていいか。やばい、なんかちょっとあの一昔前に流行ってそうな髪型になった。ひゃー、逆毛立ててみたいな、驚しい。でもなんかさ、ちょっとここにさ、横にポニーテールしてる人みたいになってる。絶対ロックバンド。今日も一日お疲れ、お疲れ、みなたま、今日も一日お疲れ、お疲れ。え、やばい、これさ、隣の部屋の人とかにも絶対聞こえてそう。まあ、いないよね、多分隣に寝てるかな。ちょっとあの、お疲れ、お疲れ、カツカレー聞かれたらちょっとはずいかも。しかもこれがメンバーとかだったらはず、ほどすぎー。もうここ固めまくってやばいわ、スプレーで。お疲れ、カツカレー。
今の声話すぎる。毎回なんかすみません。いやめっちゃこれが楽しい、これが楽しいんです。訪れしてる。やっぱりなんか今変、画面が変になったんだよ。これで戻ったかも。え、ちょっと待って、やばいかも。もしコンビニに行こうって思ったらこんな格好で行かなきゃいけないの、ちょっとはず。まあいっか、もうコンビニは諦めな。明日に考えよう。私はもうお風呂に入ってすぐにベッドにダイブする。今日の公演やりきりました。やりきったぞね。今日は早く寝る。ロックだぜ。もうダイブしてるの、いいな。コンビニに自分の目がプリントされた T シャツに写されるの、そうやよ、そうやよ。普通に行くよ。普通に行くし、なんなら東京の街これで歩いてたし。こんばんは、疲れが残るから早く寝ちゃいね。よし、ありがとう。もう寝るだけ。わお、天才や。みゃおさん、ありがとう。なんか思ったよりさ、一日のラスト30分が長い。え、めっちゃみんな思わん？なんか一日のラスト30分？絶対30分じゃないよ。ちょっと面白いかもしんない、私の髪型。大寝坊かました人にも見える。公演お疲れ様でした。アンビパで見て、アベマで見てたよーって、ありがとう。余韻は長い方だね。やっぱ無料配信いいですね。なんか定期的に、定期的にさせていただけたら嬉しいですね。4万人も見てくれたって。4万人の中の絶対一人はさ、 STU のこと好きになってくれてると思うから。ほわわわわだよね。間違いない。STU の公式インスタグラムのフォロワーも続々と増えておりますね。STU48 の私、渡辺夏樹の個人インスタグラムのフォローも皆様よろしくお願いします。4万人視聴、ほぼドーム公演。え、その4万人視聴してくれた4万人が全員会場に来てくれたってこと、ってなると東京ドーム抑えれる。なるほど。お、アベマで見てたよって、ありがとう。でもそうだね、じゃあ、 あのアベマでアーカイブが出てる20日までは本当に本当にこの無料で見れる期間っていうのをね、大事にして、みんなもさ、あのお友達とかに広めてみてください。1ミリでも STU に興味持ってくださる方が増えたら嬉しいので、ぜひ家族やお友達、はたまた親戚、見知らぬ人、通りすがりの人、たまたまバスで隣の席になった人とかに勧めてみてください。いっぱいなっちゃんのこと広めた、ありがとうね。私もポストたくさんします、承知いたしました。ちょっとこの髪型おもろいけん、後で写真撮ろう、配信終わったら。なんか意外とさ、これなんかドヤ顔しとったらなんかまあこういう髪型なんかなって思わん。学園ドラマの配役おもろかった。結構ガチめに、あのガチめに配役したい。なんかさ、
シークレットガールズかなみたいな。絶対これ私の世代の人じゃないと分かんない。シークレットガールズにいそう。ねえ、スラホさん元気そうでよかったよ。タンクトップだったんでしょ。いい案だった。ファンの皆さんもノリ良くて助かりました。インスタに投稿、マジで STU 学園ドラマ化してほしいって。オリジナルドラマ、こうご期待ですね。なっちゃんの秘密の話はお蔵入りですか。え、秘密なんなになになに、シークレットガールズ分かっておりやん。夏い、夏すぎる。秘密の話、あーはい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 、昼公演のね、ここだけの秘密にしてる。相棒オンの相棒、相棒、あはは、期待の話ね。まあちょっとあれはちょっとあれはうん、みんなが引かないのだったらいい。ロックだぜ、ロックだぜ。ポストで、なんか私もポストで回ってきた。秘密って言ったのに嘘。おもろい、ちゃんとさ私がさ言ったことをさレポしてくれてる人いた、ありがとう。ペット好きなら絶対やっちゃうと思う。ほんまにあの犬の額っていい匂いするんですよ。やばいね、私目ほぼ開いてない。あのみんなのこと見えてるから、コメント読んでるから。この配信では特に秘密に、特に秘密にしました。犬吸いもっちゃんと更新してる。なんかだんだん体の半分がもっちゃんみたいにモコモコになって、あ、やばい、配信出ちゃったね。ほぼ出てる今。もうみんなにあの脳みそが脳と脳で語り合ってるから、みんなと。あら、これから車の運転なんでおやすみなさいです。安全運転を心がけてください。犬吸い、ほんまにリンコもしてたん。猫吸いはね、猫吸いはなんか有名やけど、私猫吸いしたもんなら、猫吸いしたもんなら猫アレルギーね、もう大変なことになるんですよ。目かいかい、鼻かいかいになるんで。やばい、犬吸い仲間いた。なんか幸せの香りするよね。なんか だからといって、その犬の香りがする香水を作って売ったら売れるわけじゃないんよ。そのあの生身の犬の香りを直接吸うことによってしか得られないんです、あれは。あの快感は、快感、幸福はーってなります、本当に。まあ、ちなみにあの花子はおでこから海藻の匂いします。海藻チックな匂いで、もっちゃんはなんかちょっとあのビスケットみたいな穀物系の匂いがします。でも調べたら結構いるらしい、海藻みたいな匂いがおでこからするワンちゃんもいるらしいし、どっちもあるあるだったの、知恵袋にいたの。そうやけん、え、そうなんよ。この前さ、肉球、そう、肉球もいい匂いがするっていうのを教えてもらって、
もっちゃんの肉、多分花ちゃんは肉球嗅がしてくれないんだよね、警戒心強くて。嫌なことは嫌っていうから。あの肉球もめっちゃいい匂いした。でもさ、肉球のさ香りってなんか言い表せないんだよな、なんか結構独特。ビスケットっぽいかな。え、そう、確かに絶対さ、名前的にさ絶対もずくが海藻の香りするじゃんあ、それ言えてるかも。肉球のポップコーン。え、そう、はなちゃんはちゃんと嫌なことは嫌って言える子なんですだからできない。メンバーの愛犬集結させてほしい。え、なんかちょっと誰か画像作ってみてよ。メンバーの愛犬、あのメンバーが飼ってる動物一覧表欲しいんだけど。私動物大好きだから、あの実家にいる動物も含め、みんなの仲間たち。もっちゃんに会いたくなってきた。ちょ、もっちゃんが足りてないですね今。やばい。こんばんは。今日も一日ありがとうございました。花子もっちゃんどっちもロスね、ほんまに。でも多分二人はお互いがいることによって寂しくないから、私のことは忘れても二人は仲良くいるんだぞ、ずっと。やばい、悟り開き出した。で、やばい、筋肉痛が、みんな私若いかも。筋肉痛がもうすでに来てる。足とお尻がバキバキです。助けて。変わった動物飼ってる人もいるんかな。あの亀とか、やばくない？若さの証拠めっちゃ早いじゃん。なんか嬉しくなってきた。あの筋肉痛になる部分イコール、それすなわちこれから筋肉がつく部分なんですよ。そう思ったら筋肉痛って超快感。もっちゃんはなっちゃんいなくなって死ねてたけどね。カワウソね、カワウソ飼ってみたい。あれやろ、お家の湯船で飼うんやろ。リオツも犬飼ってるんだけど、犬吸い、いや多分みんな人には言わんだけで、あの犬吸いしてると思うわ。ジェットマンさん、マリありがとう。マサさん、あとありがとう。疲れの声にゆっくりですね、ありがとう。え、昨日だから亀が路線のポイントに挟まって運休やるみたい。亀ちゃんどこから来たの。いや、大型犬の犬吸いは多分吸える範囲が多いと思う吸える範囲、もう顔をうずめて吸えると思う。ペイント猫さん、ありがとう。え、ミーアキャット飼ってる人いるって。へえ、すごっ。リンコってミーアキャットに似てない？動物で表したの。ミーアキャットがお好きなんだよね。ミーアキャット系の顔してる人好きなんだよ。猫には顔をうずめてワシワシしておりました。うほほほ、ちょっと今想像しただけでもう目かゆくなってきたわ。でも猫ってどんな、猫って、ね、猫こそなんか魚みたいな匂いするんかな、イメージ。え、うちの近所でペリカン飼ってる人いた。え、すごい。え、闘魚って何？闘魚、え、あのベタとかその辺。でもベタ飼ってたことあるな。私チンチラも飼ってたことあります。でもなんかチンチラは
あ、知ってるんやん。ベタ。あれでしょ、超ヒレキレイなやつでしょ。やばい、55分。55分。いとこがテグーっていうネズミ系月シモクのネズミちゃんみたいなの飼ってるんだけど、超かわいい。なんか顎の下を触られるのが好きらしくて、顎の下触るだけでおとなしくなるの。まみしばー、毎日ひとつ豆知識なんなんなんねえ、時間気をつけよう時間気をつけよう。わ、お布団干して外から持ち込んだ時にお日様の香りってやつや。でもなんかね、ちっちゃい頃お日様の香りって何なんだろうって思ってた矢先に、なんか本当にあの羽毛布団を外に天気がいい日に干して、あの取り込んだやつにダイブしたんですよ。その時にあのお日様の匂いを感じれた時、なんかすごい感動した。あ、お風呂頑張って入る。うん、お風呂は私絶対に入ります。お風呂のプロなんで。素敵な思い出よね。てか私の今日のさ、靴下ちょっと可愛いんだよね、見て。風間くんてか野口さんの靴下とかワンチャン売ってそうじゃない。あの風間くん売ってんならさ野口さん絶対あるよね。風間くんのさ、なんかみたいな真面目な人っていいと思います。素敵。57分だ。壇上読もうかな。木梶山くん、はじめまして。タコちゃんありがとう。野口さんの靴下って売ってるの？存在するんだ、すごで、私ちびまる子にも似てるしな。でも野口さんだな。13位みきやくんありがとうございます。12位にしちゃんありがとう。11位サージカルさんありがとうございます。10位せんやさんありがとうございます。9位アロマリッチさんありがとうございます。8位 YD さんありがとうございます。7位ジトクさんありがとうございます。6位おいもちゃんありがとうございます。5位むねひろさんありがとうございます。4位山勝さんありがとうございます。3位翼欲しいさんありがとうございます。2位けんけんさんありがとうございます。そして第1位ひとつぶの麦虫さんありがタワーです。ありがしろタワーです。皆さん今日は東京公演ありがとうございました。またね、10月にも東京にで公演できるので、また会いましょう。また来月会えるので来てくれたら嬉しいです。そしてアベマさんの方で今日の、ライブの様子が20日までアーカイブで見れますので、無料で見れますので、ぜひ見てください。たくさんの方にライブ映像が届き、 STU のことをええやん、 STU ええやんって思って笑えたら嬉しいので、ぜひみんなも布教してください。お風呂で寝ないよね、マジ。ほんまにそれは気をつけよう。次は恵比寿か。めっちゃ近所、すごい。応援楽しかったです。またの機会に。待ってるよ。お風呂で寝ないことを誓います。みんなもぐっすり寝てね。あ、なっちゃんの東京本当に公演素敵でした。いや、ありがとう。では配信最後のあっち向いてほい行きますよ。せーの、あっち向いてほい、上おやおやすみ。良い夢を。夢でも踊ってそう
じゃあねー、バイなっちゃん。おー、 thank you、 good night。